どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが9月10日金曜日の試合前なんですけれども、タイガースは昨日の試合またも2桁失点ということで、かなり苦しい試合展開が続いているわけなんですが、昨日の試合終了後の矢野監督のコメント、そして今朝の最新情報を踏まえると、佐藤輝明選手、藤浪投手、この2人の2軍降格が濃厚になったということで、まあ、今回の動画では、もしこの2人がこのまま抹消ということになれば、どんな選手が上がってくる可能性があるのか、まあ、それぞれ2人の役割を考えていきながら予想していかなければいけないかなと思いますし、まあ、この2人はやっぱりタイガースのドラフト1位ですからね、まあ、今後上がってきてもらわなければいけない大事な戦力ですから、こういったところ深掘りをしていきながらお話ししていきたいなと思います。では早速お話をしていきますが、今日からタイガースは広島と2連戦、そして日曜日はベイスターズと1試合ということで、まあ、イレギュラーな3連戦になります。また後ほどの動画で3連戦のローテについては解説する動画をねアップさせていただく予定なんですが、まずは昨日先発した高橋遥人投手ですね、まあ、昨日今シーズン初登板で4回6失点ということで、味方のミスもありましたが悔しい登板になりました。で、高橋投手はコメントを出しているんですが、チームも優勝争いをしている中で今日投げさせていただきましたが、試合を壊すような形になってしまい、チームに本当に申し訳ないですということで、まあ、この投球で次回の登板どうなるかなと思っていましたけれども、矢野監督がコメントを出していて、やっぱりいい時の状態ではないよね、捉えられている打席も多かった、次回も考えているよということで、この高橋投手に関しては再びチャンスを与えるよっていう風なコメントですよね。そして昨日の動画でもお話をしましたが、ヤクルト3連戦でまさかの28失点、そして8月の29日から9試合連続でタイガース投手陣は先制を許しているということで、まあ、とにかくまずは投手からリズムを作っていきたいですよね。よく逆転勝ちできたなという劇的な試合もたくさんあって、打線の反発力が出てきたのは間違いないんですが、これはタイガース本来のリズムではないですからね。まずは投手守備からリズムを作って勝ちパターンに持ち込んで逃げ切る、早い段階でのエラーというのも続いてますから、週末3連戦はタイガースらしい野球に期待しましょう。さあ、ではここから本題に入っていきますが、ついに矢野監督が決断しました。というのも、現在35打席連続ノーヒット、不振のトンネルからなかなか出れない佐藤輝明選手の2軍降格が濃厚になりました。で、さらに昨日中継ぎで登板して2イニング目に急変してしまった藤浪投手の2軍降格も同時に濃厚になったということで、まあ、今回の動画ではこの2人がこのまま抹消になるとどんな選手との入れ替えが考えられるのか、そしてこの2人の今後についてですね、まあ、少し前の動画でも軽く触れた内容にはなるんですが、実際に抹消が濃厚になりましたので、再度最新情報を踏まえた上でお話をしていきます。よかったらぜひとも皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ではまず藤浪投手についてですけれども、藤浪投手は今回ローテの谷間を埋める存在として一軍昇格を果たしたんですが、雨で流れたということもあって、そして高橋遥人投手の昇格もあって中継ぎ待機、その中でも役割とすればロングリリーフというところでした。そしてロングリリーフとして2試合投げたわけなんですが、9月5日のジャイアンツ戦では3イニング目に3ラン、で昨日の試合では2イニング目に四球連発ということで、まあ、昨日なんて1イニング目のボール見たらえぐいなという感じだったんですが、まあ、本当に投げてみないとわからないというか、一試合がどんどん重くなってくるという後半戦の中で、ちょっと今の藤浪投手ではリスクが大きすぎるという風に判断したのかもしれません。まだ藤浪投手は二軍確定というわけではないんですが、中継ぎとしてという頭は矢野監督の中にないかなと思うんですね。高橋投手もまた次回登板濃厚ですし、連戦になった時の谷間を埋める存在として先発調整させるんじゃないかなという風に思いました。ただ中継ぎでも先発でも複数イニングに突入した途端崩れるっていうのは、どちらの起用法でも致命的ですからね。まあ、ここの部分というのは安定感を求めたいところです。まあ、指にかかった161キロのボールなんて、プロのピッチャーの中で一番いいボールだと言ってもいいぐらい昨日完璧でしたからね。でもそれを確率高く、そして毎登板できないとプロの投手としてはやっていけないというのが現実です。複数イニングがダメなら1イニング限定で残すのか、はたまた再度2軍調整になるのか、今後の判断に注目しましょう。そして続いて佐藤選手ですね。ついにこの時が来たという感じなんですが、僕の感想とすれば、昨日ね、高橋奎二投手との三振というのはまあ仕方ないかなというか、それは今の佐藤選手では打てないなというのは感じてました。左で150キロ以上出てインコースもバンバン投げ込んできて、逃げるスライダーもあってさすがに厳しいかなという思いを持ってました。ただ2打席目ですね、石山投手との対戦の三振を見て、あ、これはさすがに2軍に落ちるかなというふうに思いましたね。まあ、石山投手がどうこうというわけではなく、まあ、極論になるんですけれども、ヒットが出てない35打席全部同じやられ方なんですよね。まあ、昨日の動画でも少しお話をしましたが、インコースに見せ球を使って変化球は絶対にワンバン、高めの釣り球で高低差をつけて振らせて三振というね、まあ、さすがにちょっと厳しいかというところでの判断なのかなと。で、矢野監督は昨日の試合終了後、今から考えますというふうに一言話をしていましたが、まあ、抹消するなら今日になるかなというところですね。というのも、今日は2軍は試合はありませんが、明日からまた試合が始まっていきます。で、もし今日抹消なら最短登録日は9月の20日、ここで登録したとしてもまだ10月の試合合わせて30試合ぐらい残ってるわけですよね。で、この9月の20日までに2軍戦は8試合予定されてますから、まあ、ここで打席に立たせてなんとか復調して上がってきてくれっていうふうな考えですよね。ただ2軍に関しても皆さんご存知の通り、今16
16連勝中で首位争いもしてるんで、佐藤選手だけを優遇してチームの勝ちは2の次3の次っていうのはできないかなと思うんですね。まあ、必ず必要な戦力ですが、特別扱いもできませんし、2軍では横一線、なんなら16連勝中の雰囲気というのがありますから、もちろん緊張感もあるでしょうし、簡単な打席はないかなというふうに思ってます。で、井上ヘッドが以前コメントを出していたんですが、同じことをやっていたらプロの世界で飯は食えない、目で見て情報を聞いてやっていかないといけないということで、まあ、藤浪投手もそうなんですけれども、やっぱり同じミスを繰り返しているとそれ相手もプロですから、乗り越えるまで徹底してその攻め方をしてきますからね。ただまだ佐藤選手はルーキーです。何度も言いますが新人選手なんですね。去年の今頃はまだ大学生なんで、壁に当たらない選手というのはいません。ですので今の自分というのをじっくり見つめ直して、課題克服に集中できる2軍の方が今の佐藤選手にとってはいいのかなというふうに思います。もちろん一度ね、2軍に落ちると這い上がるには結果が必要ですから、そこを求めてしまいがちになるとは思うんですけれども、それ以上に根本的な部分を見つめ直す時間にしてほしいなと思いますんで、まあ、指導者と一体になってじっくり調整してまた戻ってきてほしいなと思います。さあ、ではこの2人が抹消ならどんな選手が上がってくるのかですよね。まあ、ちょくちょくここ最近は中継ぎ投手を入れ替えたりしてるんですが、このまま2人が抹消なら29枠になりますんで、2人上げることができるんですね。で、まず藤浪投手の代わりとして考えられるのは二保投手かなというふうに予想します。中継ぎ専門ということであれば小林投手も候補なんですが、先発陣が不安定な今、ロングリリーフができる二保投手が優先されるかなと。まあ、そこの部分を任されていた藤浪投手との入れ替えになりますからね。まあ、この役割を任された投手がいかに試合を作り直せるかで、今後 1,2 勝、まあ、なんなら3勝ぐらい拾うことができたら、それはそのまま優勝に直結するような試合になると思いますんで、かなり大事なポジションです。実際二保投手は16連勝を決めた試合でも7回8回と複数イニング投げてるんで、こういったところも想定して起用されてるのかなと。ですのでロングを考えるなら二保投手、1イニングを優先するなら小林投手になるかなっていうのが僕の予想です。そして佐藤選手の入れ替え候補とすれば、ここはどこを優先するかなんですよね。正直かなり難しいところです。もし佐藤選手と同じ左バッターで外野も内野も守れてというところであれば、板山選手が候補になるかなと。まあ、打力もある選手ですし、2軍でもまずまずの成績残してて、最近は3番を打ったりしてます。ただ左打者で外野守れる選手っていうのはかなり今1軍飽和してる感じがあるんですよね。糸井選手、島田選手、ロハス選手という風な感じで、正直右バッターが欲しいなというところはあります。原口選手もまだ打撃本調子じゃないという感じもしますんで、右打者で状態がいい選手を呼びたいところですよね。で、そうなってくると候補とすれば江越選手かヨーカー選手あたりになるかなと。まあ、小野寺選手も昨日プロ初打点上げましたから、またチャンスはあると思いますが、江越選手は特にここ最近いいですからね。まあ、走攻守で16連勝に貢献して、平田二軍監督も絶賛してます。一軍ではどうせ打てないんでしょうという風な声もあるかもしれませんが、ヨーカー選手も絶好調という感じではないので、どちらかというと江越選手が優先されそうな気がしますね。まあ、もちろんダイソーもできますし、守備固めでも使える選手ですからね。で、あともう一つ可能性として考えられるのは、北条選手の最短登録ですね。北条選手は日曜日の二軍戦でもマルチアンダーを打って、打率は3割1分。熊谷選手、山本選手といった同じ右の内野手では打撃成績は一番いいです。もともと一軍でも抹消前ね、後半戦いい感じで来てましたから、まあ、打席数を与えるっていうのが名目の二軍降格だったと思うんですが、で、その北条選手が抹消されたのは9月の2日なんで、最短で9月の12日、日曜日のベイスターズ戦で最短登録できます。ですので、もし今日佐藤選手、藤浪投手2人が抹消されて、1人しか登録がなかった場合は、北条選手が上がってくるんじゃないかっていう風な予想ができますよね。まあ、2人上がってくれば、その可能性は消えるわけなんですが、今日の工事というのは注目したいです。ムードメーカーですから、苦しい時にベンチにいてくれると、間違いなくプラスの選手なんで、個人的にはまた1軍で見たいなという風に思う選手ですね。まあ、佐藤選手、藤浪投手は入団時期は違えど、阪神のドラフト1位、人気の選手ですから、活躍できなかった時の風当たりは強くなってしまいがちです。特に今年は優勝争いしてますからね。で、その中でも佐藤選手、このタイミングでの抹消は、新人王にも大きく影響するかもしれません。まあ、そういう意味でも、本人の悔しさ、ファンとしても悔しさありますが、それ以上に今ここで自分の弱点を克服、まあ、解決策を見出さないと、井上ヘッドが言うようにご飯を食べ続けることができなくなってしまいます。ですので、足踏みのように見えて、実は佐藤選手が誰も届かないところに行ってしまうための元々必要な時間だったんだというふうに捉えて頑張ってほしいなと個人的に思います。誰もが認める実力を持ってる選手で、実際にタイガースの歴代新人ですでに一番ホームラン打ってる選手ですからね。すでにこの段階でタイガースの歴史の中に名前を刻んでる選手ですから、まあ、さらにその数字を伸ばしていこう、さらに伝説を作っていこうという中での必要段階だと思うんで、まあ、誰もが復活を待ち望んでますんで、一つずつ前進してまたすごいホームラン見せてもらいましょう。ということで、以上今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者14800人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せチャンネル登録者15000人ということで、今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日ドラホー、ありがとうございました。とにかく今日の工事というのは注目して見ていきたいところです。佐藤選手、藤浪投手をどうやっていくの
のか、そしてどの選手が上がってくる可能性があるのか、よかったらぜひとも皆さんの予想というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ではまた。